はい、それではですね、今回は手元で写す開封動画とか、まあ、真下から撮影する俯瞰撮影のやり方やっていきたいと思います。ということで今回は俯瞰撮影のやり方をまず2つ紹介します。1つはすごく格安でやる方法、4000円ぐらいできる方法、あともう1個はまあ中級編ということで、まあ、常時固定して使う人におすすめの方法、こちらがだいたい1万4、5000円ぐらいします。で最後に編集のコツということで、ルマフュージョン使って最後調整する方法と、この3点セットで説明していきたいと思います。ということでまずは格安にやる方法を紹介していきたいと思います。はい、ということでまず一番安い方法でやるときはマイクスタンドを使います。でマイクスタンドはもちろんその音楽用のやつなのでレジの穴合わないんですけども、まあ、こういうカメラのネジ穴に変換するアダプターっていうのが別途売ってます。でこの2つ合わせることで俯瞰撮影ができるようになります。でこの組み合わせでしたら、まあ、大体4000円から5000円ぐらいで手に入ります。やり方は簡単で、まず普通に設置します。でこう持ってくる、もうほんとこれだけですね。で、まあ、ちゃんと固定してれば、まあ、カメラでも大丈夫だと思うんですけども、まあ、言っても簡易的な内容なのでちょっとグラグラはします。では設置します。ということでこんな感じで反対側から撮って後で加工して画像を上下、回転させてそれで加工します。だから編集録画するときはこのような状態で撮ります。でちなみにこのカッターマットを敷いてるんですけども、カッターマット敷いてる理由はカメラで水平撮るのが非常に難しいので、まあちゃんと水平に撮れてるかどうかっていうのを確認するために引いてます。で、まあデザイン的にはそんな悪いもんでもないので、まあ僕は結構そのまま使ってる時も多いです。一番格安で、まあ下の俯瞰撮影やろうと思ったら、このやり方が一番簡単だと思います。マイクスタンドを使って、で、ネジのとこだけ変換アダプターをかましてカメラをつける。で、あくまでもちょっと簡易的な部分があって、若干安定性に欠ける部分があるので、まあ、固定だけは必ず忘れないように、じゃないと、バーンと落ちた時に全部、なんていうんですか、下のものも死んじゃうし、カメラも死んじゃう、そんな状況になるんで、そこだけ注意してください。はい、ということで今紹介したのが、マイクスタンドを使ってやる方法でした。まあ、気をつけてさえいれば、別に、ちょっと不安定さはあるんですけども、まあ、撮影する分には支障ないかなと思います。で次に紹介するのが、まあ、中級編ということで、もうちょっと機材にお金かけてやる方法を説明していきます。このやり方だと、常時固定して置いとくこともできるので、まあ、さっきのやり方よりも、どっちかって言ったら、繰り返し同じような角度で俯瞰撮影したいという人におすすめの方法になります。ということで、二つ目の中級編を今から紹介していきます。はい、でもう一つのやり方がこちらですね。シルクのスライディングアームとベルボンのクランプキットで、まあこれはオプションですけども、まあ雲台、角度細かいとこ調整したいので雲台を別で用意しています。でこの場合はまずクランプキットをデスクに取り付けます。まあこんな感じですよね。でその次にスライディングアーム、ちょっと順番間違えたね。まあちょっと適当にやるからこんな感じで。で、あとはうまいこと角度調整するって、もうそれしかないんですけども、
水平だから。で、なんでこれを用意しているかっていうと、うまく水平取るのがすごい大変なので、それも考えて用意しています。だいたい水平が取れたらカメラ取り付けます。で、下に引いてるカッター回しの方眼を頼りに水平取ります。その上で撮影はカメラを反対側から撮る感じで、こうやって手元を撮っていきます。で、もちろん、まあ、さっき言った通りで、動画反対に映ってますので、後で編集時に上下を回転させて入れ替えます。はい、ということで今紹介したのが中級編のやり方でした。で、これで今言ったのがスリックのスライディングアーム、だいたい6000円台で販売している商品と、あとベルボンのクランプキット、今この横じゃない、あの縦棒ですね、これがだいたい4000円台。あと、まあ、僕は今使ったのはベルボンの雲台なんですけども、まあ、別にどこのやつでもいいです。僕はたまたまベルボンのやつだと、このベルボンのやつだと固定したままでネジ調整できるように、ここになっていいんだろうね、ここで調整できるので、まあ、ロックかけれるので、まあ、そこ気に入ってこれ使ってます。別にどこのやつでも大丈夫だと思います。はい、ということで2つ真下の俯瞰撮影のやり方を紹介しました。で、最後に紹介するのが iPad もしくは iPhone に取り込んだ後の編集のコツですね。これを最後に紹介していきたいと思いますので、まずは画面を共有します。はいはい、ということで、さっき撮った動画の俯瞰撮影で撮った動画のデータが今表示されてます。で、もちろん手前から撮ってるので向きが反対になってます。で、これを直すには画像をクリップをタップして、それでもうほんと簡単なんですけども、まずですね、回転させます。90度回転があるので、90度じゃないですね、180度、180度回転させて、こんな感じですね。で、実際適当に置いたらちょっと歪んでるから、それも込みでできたらなと思ってて、まあ本当大雑把ですけども、まあこれぐらいですかね。で、位置が微妙なので、まあ、そこら辺もなるべく直したいと思います。はい、ということで入れ替えれたので、まあ、それ再生すると、まあ、こんな感じでですね、手元の動画が撮ることができます。で、音声はそのまま使ってもいいですし、まあ、上からかぶすのもいいかなと思ってて、まあ、どっちでも好きな方でやるのがいいかなと思います。ちなみに、もし音声かぶせるときに使うのは、右のバツボタン押してナレーションをします。そうすると、もうスタンバイのボタン出て、今僕は喋ってるから入力の感度のバーが
反応してるんですけども、まあ、これをしてあとは録音ボタンを押します。ほんでまあ上からこうやってかぶせて使うだけですね。だから結構簡単にナレーションを入れるっていうのもできるようになってます。はい、ということで今回は駆け足でしたけど、俯瞰撮影のやり方2つ、格安編と、あとまあ中級編と、この2つ紹介しました。あと動画編集の時のコツですね、ルマフュージョンを使って上下を回転させる、あとまああのさっきちょっと適当に撮ったからずれてましたけど、こういうカッターマットを使って、まあ、なるべく撮影の、まあ、俯瞰撮影の段階でなるべくちゃんとあの角度を合わせた状態で水平に綺麗に撮れてれば、まあ、そこまで心配することないんですけども、まあ、多少の歪みであったらちょっとまあルマフュージン直したりも可能になってます。ということでこんな感じの動画をいろいろとウィークリーに上げてますので、もしよかったらチャンネル登録ボタン、ここのチャンネル登録ボタンを使って登録して次のアップデートをお待ちください。でまだ時間ある人はこちらに2つ関連の動画出てますので、よかったらぜひ引き続きご覧ください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。